さあ今週も始まりましたチャーマンズと君高のフルボッコレディオ。まずは出演メンバーの自己紹介からいきましょう。はい、シャーマンズの頼れるお姉さんリーダー担当サリーシリコです。あなたを歌声と笑い声で癒したタンの心です。今日も元気にグッジョブ、佐藤君高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よかった。もうあの帰っていいですか。私いい感じです。新しい違和感を感じた人がいたと思うんですけど、リスナーの皆さん、ね、私の変な自己紹介があったと思うんですけど、はい、今日も元気にグッジョブ。これはですね、あの心さんに言わされました。あのこの収録前にですね、君高さんってなんか自己紹介ってないんですかみたいなことを言い出しまして、心さんが、はい、お笑い芸人ってあんまりそうね、うん、名前のとこでそのアイドルの皆さんみたいに自分の特徴を言って何々ですみたいなのって、うん、ほとんどの人ってサンシャイン池崎ぐらいじゃ言ってんの。確かに、イメージあんまりないですよね。確かに。だから俺はそんなのないよって言ったら、じゃあ私が作ってあげますっていうことで、うん、急遽案をいただきまして、うん、今日も元気にグッジョブっていう俺のキャラの180度全然違うセリフ。いや合ってたよね、素晴らしかったよね、うん、いい感じでした。うん、なんかもう何回も言ってきてるみたいな。いやそれは振り絞ったよ。俺も安定感が、うん、一応元気に言わないとさ。そうですよね、うん、すごい憂鬱だったあの始まる前。憂鬱だったんですか。なんかトラブルで収録なくならないかなって思うぐらい。やばいやばいやばい。そんなにちょっとそこまでの。あった方がいいのかね、でも自己紹介、うん、やっぱりリスナーさんにとっても、うん、私たちにとってもやっぱ君高さんはアイドルなので、え、うん、やっぱり君高さんはあった方がいい、うん、君高さんはあった方が。いや2人なんだっけ、心なんだっけ。あなたを歌声と笑い声で癒したい担当です。あ、まあ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 、うんうんうん、まあそっか。リコは自分は頼れるお姉さんリーダー担当です。なるほどね、はい、はてな、2人ともさちゃんと自分のキャラクターを言ってるじゃん。はい、歌声と笑い声と頼れるっていうそのさちょっとおちょこちょいなとこもあるけどリーダーですよみたいな、しっかりわかるじゃんそれで。今日も元気にグッジョブ。なんか朝の情報番組のね最後のセリフみたいな、行ってらっしゃいみたいなさ。ありそう、ね、ありそう。朝の情報番組のエンディングじゃんこれ。俺別にさ元気キャラでもないし、どっちかって逆だしね。確かに元気いっぱい頑張りますみたいな感じじゃないから俺。確かにグッチョブ、グッチョブ、グッチョブってなんだこれ。だって夜だよね放送ラジオ。そうですね、朝じゃないよねこれ、朝の番組じゃないよね。そこまで、まあ、夜勤の人に向けてね。夜勤の人に向けて、あ、じゃあ終わった人か、グッジョブだから。ナイス、いい仕事だもんね。そうですね、あ、そうか、ラジオの中でいい仕事してきますよってことか、うん、俺が、あ、なるほど、元気にこうさばいて、みんなをさばいてラジオを盛り上げていくよっていう、うん、そういうことだったのか。いいのかな。そうですそうです。今後もぜひ使っていってください。あ、使っていきますかね。嬉しい。いやでも今日も元気にグッジョブの前の案が今日も元気にピースだったからね。それこそただのパリピ。いいいいおっさんが無理して元気出してるみたいな。一番寒いよそれ。今日も元気にピースだったからね最初。グッジョブの前よかったよ、あれなんなくて。グッジョブの方がまだまだまだよかった、いい、言いやすいから、よかった。面白い。じゃあまあ今日もこの3人でやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のフルボッコ社会問題のコーナー、グッジョブ、イエーイ、グッジョブグッジョブグッジョブ。さあこのコーナーはですね、フルボッコにするべき社会問題をチャーマンズのメンバーが提言していくコーナーでございます。はい、今週のテーマは喫煙問題です。場所を選ばない喫煙による喫煙をしない人たちの副流煙が現代になり問題になっていると。確かに分煙化が進んで、うん、
指定された喫煙所で吸う人が、まあ、多い中、うんうん、人通りが多い道路でタバコを吸う人が問題になってると。確かにいますね、まあ、そういうのも2人気になったりとか見たりとかあると思うけど、うん、それについてどう思うかと。おお、なるほど、うん、2人はタバコ吸いますか。すいませんすいませんね。いや、それ心はまだね高校生だし、ね、年齢的にももちろんね、はい、吸えないと思うけど、はい、リコはヘビースモーカーですよね。そんなイメージあるんですか。俺楽屋でいつもだって吸ってるじゃないですか。ちょっとこれ言っちゃいけないこと。ああごめん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 。いつももうやってらんねえって言ってね。ストレス発散。いやもうリコも強く否定して。ストレス発散じゃないですか。吸ってないです。冗談で言ってんだからさこっちも。吸ってないですよ。どう僕のどう匂いとか気になるでしょ。だって二人もさ。はい、ありますね。うん、あるんですよ。そうあるんです。そうこれについてそう言いたいことあるんです。はい、じゃあ心にしまっといてください。それ。言わせてください。ツイッターであ X で。なんでなんで言わせてください。言いたい。どうしても言いたい。ちょっとどうしてもお願いします。どうぞどうぞ。自分今一人暮らしをしてるんですけども。うんうん、最近なんか隣の人が4月ぐらいになって入ったんですよ、新しい住人の人が。はい、その人が多分タバコをすごい吸う人なのか分かんないけど、ベランダとかでね吸ったりとかね、なんか換気扇を通じてっていうか、来ちゃうの、なんか来ちゃって、だからドアを閉めてても窓を閉めててもなんか入ってくるんですよ。めちゃくちゃ嫌だねそれ。もう本当に辛くて、もう悲しくて、どうすればいいんだと思って、もうだからお香を焚いたりで匂いを紛らわすしか方法がなくて、じゃあめちゃくちゃ逆に臭い匂いを相手の部屋に行くように換気扇のところに、ね、生ゴミとかの方法いや仕返し確かに。でも向こうも気づくんじゃない、これもしかして匂いつながってとかみたいなさ、 あるかもしれない。確かにそれ一個対策案として。え、でも全然解決せずにそのお香とかで何とかしてるってこと今。そうなんです、現時点では。はい、だから部屋まで行く道のりのところ、あ、なんて言うんですか、通路のところですらもうすごい匂いが来てて、あ、だから毎回辛いんですよ。よくね、カレーの匂いとかだったらあるけどね、あ、この組織をカレーだみたいな。そのタバコバージョン、うわめっちゃくちゃ嫌。本当に嫌です。ちょっと聞いてるといいね、住人の方。それさ、でもあれじゃない、管理会社っていうか管理人さんとかに相談するっていうのも手じゃない。でもたまになんか自分は相談してないんですけど、多分苦情とか多分他のとこから来てたりとかで、たまにメールが来るんですよ。あ、一斉のね、はい、一斉メールでなんか喫煙についてみたいなの来るけど何も変わらない。自分のことじゃないとかやっぱ思ってんのかもしれない、そういうのって。吸ってる人って匂い感じてないからね。あ、そうなんですか。感じてないよ。あ、そうなんだ。そうそう、だからか、だから気づかないのか。これきついね、自分の部屋だって臭くなっちゃうじゃん。はい、吸ってないのに、なんかタバコの匂い。友達とかね、来た時に、え、リコ誤解されちゃう。誤解されるよね。本当に吸ってるみたいなさ。でも別に聞くわけもなくね。そう、本当に。心はどうなの？え、私鼻が悪いので、うん、感じないんですけど、そう、逆に知らないところでそういうのを吸ってるって考えるとちょっと怖いですよね。あ、副流煙的なやつ、うん、知らぬ間にみたいな。知らぬ間には吸ってるよねきっとね、うん、それ どっかに誰かが吸ってたらさ。そうですよね、怖い。それ嫌だよな、うん、あ、じゃあ臭さとかあんまないんだ。ないんですよ、そうだからいつもメンバーが、あ、こことか言う時でも全然、あ、本当にってなる。あ、本当、まあまあ言っちゃいいけど、気持ち的には気持ち的にはいいかもしれない。これでもどう思う、その道端とかで吸ってる人とか、うん、なんかいるじゃん。特になんかちっちゃい子にはちょっと心配ですよね、はいはいはい、影響とか。手の位置とかね、うん、歩きタバコの人の手の位置がちょうどちっちゃい子の顔の位置みたいなさ、うん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 、歩いてる時に当たっちゃうとか、うん、確かに。
そういうのあるもんね。ですね。歩きタバコ。そう、歩きタバコもそうあるんで、もう一個あるんです。そうだ。おう。そう、なんか先週あたりになんか、うん、もうほぼ毎回こう外出て歩くと絶対目の前に歩きタバコの人いるんですよ。なんか 100かかる場所に後ろに、はい、ついちゃって自分が、うん、でいつも追い越そうとするけどなんか追い越せない、あの歩幅の感じ、せめぎ合いがね。そうなんです。だからもうなんで歩きながらタバコに愛されてるんだよ。導かれてるのタバコに。やだよ、やだやだ。もう来週からとかしちゃって、もう吸うしかないじゃん。もうやだやだやだ。逆にね、匂い気にならないために。確かに確かに。そしたらなんかあのマンションの、マンションお家の問題もなくなりますよね。気にならなくなる、むしろいい匂いみたいなね。どんどん流してこっちに。来た来たみたいな。嫌です。そっか、でも気になるよね。俺も吸わないからめっちゃ気になる、うん、吸ってる人横に来たらすぐ分かるもんね、うん、あ、この人今一服してきたなみたいな、なんかまとってますよね、まとってる匂いを。覇気だよ、覇気。まとってる、本当オーラみたいな。タバコオーラがありますね。やっぱそのマナーを守ってってとこだよね、結局は。うんうん、確かに確かに。もちろん吸うなとは言わないじゃん。うんうんうん、吸ってる人に対して、その場所とかさ、なんかすごいね、嫌な思いしてると思うけど、喫煙者の人もすごい追いやられちゃってさ、今。うん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 、だけど一応ね、ルールがある以上守って、そうですね、吸いましょう、うん、ってことね。はい、はい、そうです。わかりました。じゃあ以上でございますね。はい。はい、以上、今週のフルボッコ社会問題のコーナーでした。曲いきましょう。はい、最近寒くなり冬が近づいてきたということで、チャーマンズのデビュー曲をお送りします。冬のワンサイドラブ。このコーナーは、はい、チャーマンズの担当メンバーが勝手なその時のイメージで誕生月別運勢を考え発表するというコーナーでございます、はい、今週の担当はココロです。やった、発表の方お願いします。グッジョブ。あ、俺のやつ、それ。あ、そうじゃん。本来でよ、俺の面白いやつ。え、嬉しい、なんか気に入ってくれてる。泣いちゃう。
お願いします。はい、それでは発表します。今週の運勢ランキング第3位は3月生まれの方です。 いつも以上に上手に踊れるでしょう。踊ってみてください。なるほど。はい、そして第2位は2月生まれの方です。いつも以上に上手に歌えるでしょう。歌ってみてください。そして1位の前に最も悪い運勢の方は残念、12月生まれの方。ちょっとうまくいかないことがあるかもしれません。でも大丈夫、君高さんがいつでもそばにいます。 Good job。 いつも一緒。はい、そして栄えある今週の運勢第1位は1月生まれの方です。何でもうまくいくでしょう。いつもうまくできないことやしたことのないことを積極的にしてみましょう。はい、です。なるほどね。はい。歌とダンス、はい、うまく踊れるでしょう、はい、あんまりいないよ。だってその普段ね踊ってる人なんていなくない？自分ら、自分らは2人はやってるからねいいのかもしれないけど、おじさんとかがね言われても踊る機会がないからね。これをきっかけに歌ってみたり踊ってみたり、うん、歌はまだねカラオケ行ったりとかあると思うけど、うん、踊りってなかなかする人限られてこない。盆踊りとかそっち。夏だろそれ。過ぎちゃった。冬近づいてきてるってさっき言ったばっかりなのに。5月に盆踊りはちょっと変な人だと思われるよね。急に夏終わるの嫌がってる人みたいなね。夏男だ。で1位が、はい、何でもうまくいきます。いやざっくりしてんな。何でもうまくい1位だからね、うん、特にこれっていうのはないの？それだってダンス歌ってきて、はい、何でもうまく、じゃあちょっとなんかね、あ、じゃあ特にこれみたいな、あ、じゃあ歌とダンスどっちも。ハイブリッドだね。最高じゃん。すごい、いいな。そうしましょう。歌いまくり踊りまくりね、じゃあ、はい、1位の人は。はい、わかりました。じゃあそれを参考にしてですね、はい、今週は皆さん、うん、歌って踊って、はい、楽しい1週間にしましょう。はい、はい、というわけで以上今週の無責任運勢のコーナーでした。では次の曲いきましょう。はい、次もチャーマンズの曲をお聴きください。チャーマンズで愛しのエイリアン。このコーナーはサリー氏家の末っ子として生まれた私が末っ子の賢い生き方を紹介するコーナーとなってます。はいはいはい、はい、今日は何でしょうか、末っ子の。はい、今日はですね、いきますよ、うん、いざとなったら兄姉に協力を求める。末っ子っぽい、まあ、末っ子なのでそうなんです。
これはどういうことですか具体的には。なんか勉強とかそういうのも、まあ、当たり前にそうなんですけども、教えてもらえるよね、今回言いたいこのサリー式っぽいことは、うん、結構割となんかみんなが家にいた時とかは結構喧嘩が多い兄弟だったんですよ、うん、割かし、うん、だけどなんか親に怒られた時とかってなんかちっちゃい頃とかだと自分らっていうか自分たちの兄弟は結構外に出されがちな、あの怒られ方みたいな、ね、はい、をした時に、でその時に一回なんかすごい怒られた時があって、おじいちゃんに、うん、あの薬をが嫌いで粉薬が飲めなくて、うん、一生飲まないでたらなんか外に本当に出されちゃいそうになっちゃって、でその時にこう姉の手をこう掴んでもう引っ張ってもらってなんとか免れたっていう。お姉ちゃんが助けてくれたってこと？はい、姉もこっちにこう家の中に引っ張ってくれて、でもおじいちゃんは出そうとしてたってこと？はい、修羅場じゃん。そうなんです。お姉ちゃんすごく強くない？すごい、もうひたすらおじいちゃんの力に勝つって、もう自分も助けて助けてって怖っ。お前通報レベルじゃん。近所の人がもう泣きながら。ちゃいやでも昔の人ってそうなんだよね、外に出すっていうのは。今だったらね、いろいろ問題あるかもしれないけど、あったな、そういうことがいたよ俺も近所に。外に出されて泣いてる子、あ出されてるみたいな泣き声で。昔なんかそれがなんか主流の罰だったよ家のイメージね。ありますね。信じらんないでしょ。ここえ、私一回だけあるんですよ。それでもだもん外に。一回だけ怒られてってこと？はい、あったんですけど、全然あの友達と外で話してました。すごい。そう、なんか友達があの通りかかって家の前を、はい、それでえちょっと出されてんだよね今って言って、長時間二人で話してて、それで、うん、お母さんが諦めてそろそろ家帰ってきなさいって言って、それ心配だもんね。鍵開けてくれたみたいな。全然じゃあラッキーじゃん、むしろ楽しそう。全然楽しかった。いいな。それ稀な例だよね。そうですよね、なかなかない、こんな奇跡は。で、お兄ちゃん、お姉ちゃんが助けてくれたと。はい、いいお姉ちゃん。なるほどな。もう何かあったらこう手引っ張り合って、姉が外に出されそうな時は自分が引っ張って、兄弟で助け合って、はい、めっちゃいいじゃん、兄弟の絆みたいな、うん、愛だ生まれるんですよ、怒られた時に。おなんか粉薬苦手だったの？はい、今もなんですけど、うん、粉薬本当に飲めなくて。今も飲めないです。なんで？何が嫌なの？え、なんかやだな。生理的に無理。なんでだろう。でもなんか一気に飲み込めない感じ。あまあ、ね、粒だったらもうボクンで終わりだけど、残るよね何回か。嫌なんですよ。だからなんかシロップとかの薬とかもあったじゃないですか。あれとかだったら子供の頃はシロップ、そうです、ね、できるもんね。あれは全然飲めるんですけど。で錠剤も大丈夫じゃん、錠剤は。あ、はい、錠剤もバッチリ。これはまあ確かに残るね。なんか嫌なんですよね。だからアイスの上にかけたりとかして。本当に子供の飲み方だよ。そのぐらいしないと飲めない、ね、薬局とかで、ね、子供の薬飲ませるときにアイスとかヨーグルトとかに混ぜてもいいですよみたいな。それ未だにやってんの、二十歳超えて。あ、今はなんかあのオブラートあれじゃないですか、うん、あれに包んで飲むようにしました。でもオブラートも3枚ぐらい重ねて。意味ないよ。ぐらいじゃないとやっぱり飲めないですね。未だに苦手なんだ。はい、嫌です、ね、なるほどな。でも兄弟で助け合ってたっていうのいいね、うん、お兄ちゃんもそういうの助けてくれてたの、うんうん、確か多分あったと思います。あんま出てこないな。お兄ちゃんとはもうずっと喧嘩ばっかりでした。もう喧嘩の主は自分と兄みたいな、で上のお姉ちゃんが中間に入ったりしてお互いを助ける役で、そのだから真ん中のお姉ちゃんの話聞きたいね、うん、そうなってくるとインタビュー、うん、とどう思ってたのか、その上と下の喧嘩をどう思ってたのか聞きたいよね。聞きたいな。長時間語られそうですね、うん、いやでも妹の味方だろうな、やっぱ女の子同士だから。確かに、うんうん、絶対そうです、うん、味方です。なんだっけ今日の教訓って何だったっけ結局。
何でしたっけ、なんて言ってたっけ、あ、いざとなったら兄姉に協力を求める。兄に求めてなくない姉じゃないこれ兄全然喧嘩してたんだよね。なんか助けてくれたことあるの、お兄ちゃん。お兄ちゃんが助けてくれたこと、うん、助け求めたこととかさ、求めたこと、うん、あ、なんかお金貸してみたいな自動販売機で、あ、お金足りなかったみたいな。金ずる兄は金ずる。たまたまいたから。たまたまいたもおかしいでしょ、お兄ちゃんが話しかけやすそうだったあ、そうなんだ、はい、でも仲良く、じゃあうまくバランスでやってるんだ。そうですね、3兄弟。はい、3兄弟。なるほど、いい感じです。素敵。じゃあ以上ですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、以上ザ・サリースケ末っ子の生き方でした。チャーマンズと君高のフルボッコレディオ。直近のチャーマンズ情報です。9月30日土曜日は宮城県大崎市蛇の湯ゆきちさんで芋煮会ファンミーティングがあります。そして10月7日土曜日は岩手県北上アメリカンワールドさんでオータムフェスがあります。そしてその次の日10月8日日曜日は岩手県都南体育館でアイドルチーム対抗運動会に参加します。ぜひご来場ください。待ってます。詳しくは XQTwitter でチャーマンズと検索し、チャーマンズ公式 X をご確認ください。よろしくお願いします。はい、はい、運動会、はい、あるんですよ、うん、すごいね。そうなんです、アイドルさんが5組参加して、うん、こうなんかいろいろする。どういう競技があるの、何に出るの。え、何に出るんですかね、知らないかまだどうなるの、走ったり綱引きとかもあるのかな。何するんだろう。玉入れもあったり、あ、なんか卓球みたいな気がします。卓球スポーツ大会みたいな感じか。そうですね、いろいろ、うん、え、優勝してきて、じゃあ、はい、他のアイドル優勝したいです。ボコボコにしてきて、じゃあ、うわ、ボコボコにで、休憩時間はタバコ吸っていいからね。リコはすいません、すいませんよ、すいませんからね。やばいぞ、頑張ってください。じゃあ皆さん、お時間ある方はぜひね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで今週もお別れのお時間でございます。チャーマンズと君高のフルボッコレディオ、お相手はサリーシリコとココロと佐藤君高でした。それではまた来週、バイバイ。いくよ、いつだって自由に何色でもいいや。ずっと待ってた君を知ってる。ヒーローになる準備も済ませたでしょ。まばゆい世界の前に君だけのスタートライン。涙努力誓い全て詰め込んで